今日歩いていくからみんなお手手つなげよ。はーい、更新ラジオ、せーの、おなよおなよ、ブーブーブー、1、2、3、4、ブーブーブー。俺も魔女なる。俺も。いや、男は魔女じゃねえだろ。魔女なんか嘘っかなんだじゃ。なれるわけねえもん。ヒーローは本物なんだから。のがお芝居だって教えてくれたもん。魔女さんはちゃんといまし。う、結構め。小太郎。小太郎だって黙ってなさい。なあ小太郎。タカちゃんのバカ。キリンのバシャ。何？小太郎、アリさん追いかけるのはいいけど、一人で外には行くなよ。兄ちゃん。お、何？う。お、猫でも見つけ。お。う。ネズくん。ちょちょ。大丈夫。今引っ張って出してあげるから、低下して。何かここに用事があったんなら話も聞くよ。いらない。兄ちゃん、ぶった。小太郎、そんなこの世の終わりみたいな顔しなくていいから。全然痛くないし。つか、カシマ、なんでエプロンしてんの？え？ああ、脱ぎ忘れてた。ああ、じゃあ言うけど、お前のケツ、シールまみれだぞ。貼られても全然気づかねえのな。ある意味すげえ。だから、なんでその場で教えてくれないんだよ。俺このままでここまで来たのか。どうも、おはよう、龍一くん、小太郎くん。マビスカさん、先生とカズマくんは一緒じゃ。実はカズマ風邪ひいた。だくんまいどく。はいはい、カズくんにはママがついてるからね。カズくん偉い。カズは、うんうん、元気になったらすぐ一緒に遊べるわよ。今どれだけ寂しい気持ちかと思うと。リュー、見て見て。本当にいつも通りに見えるのは俺の気のせいかな。サゴラス。で、どうなのタクマ。お前今日カズマ一緒じゃなくて寂しいの？約束よ。そしたらカズマ元気になる。俺もサインする。今は元気にしてるけど、やっぱりカズマがいなくて心細くなることもあるかもしれないし。コタロ、俺とあっち行くぞ。俺もする。カズマ、う、うん、タクちゃん、あっち。ねえねえ、やだ見て、かわいい。タクくん、こんなところでどうしたの？じゃあカズマも元気になった？もしかしてここでカズくん来るのを待ってたの？じゃあ俺がウサイダさんにお願いして、カズくんが元気になったか電話で聞いてもらうよ。じゃあそれ約束？うん、約束。カズマの熱もだいぶ下がったし、タクマのお迎えに来ました。カズマ、ごめんね。タクマ、今日は一人で偉かったね。でも約束守ってくれたから、もうカズマも元気だからね。はい、森の宮邸でございます。黙ってねえでさっさと名乗れ、アホ。変態か？なんで出たの、龍じゃねえ。ああ、すみません、そちらに。私のパンツの色でしたら黒ですが、何か。聞いてねえよ。何？
お前も変わりたいの？さっさと話せ。どこで聞く気なんだ。今度は俺とお祭り行くよ。俺電話ちゃんと言えた。ああ、うん、小太郎が返事でうなずいて頭打っただけ。大丈夫。